はい、どうもこんにちは。インスタグラムで疲れるレンズを投稿する子も立てます。よろしくお願いします。はい、今日もね、動画撮影していきたいなと思うんですけど、今日は1月19日の金曜日ということで、1週間の終わりの日ということで、また頑張っていきたいなと思うんですけど、今日は、ちょっと僕もワクワクしてまして、まあ、今日のね、レッスンが終わって、明日はね、ちょっと日本に遊びに来てるアメリカの友達とね、ご飯に行こうっていうのをね、約束してるので、ワクワクしながらね、今日も過ごしていきたいなと思うんですけど、去年の5月ぐらいにね、日本に遊びに来て、で、それまでね、まあ何回かお話したことあるんですけど、ずっとやりとりは1年ちょっとぐらいしてたんですよね。まあ直接会う前に。で、初対面をして、で、僕もね、その友達が無料で僕のウェブサイトを作ってくれたりとかっていうので、実家に招待をしたことがあるんですよね。っていうのも、実家をね、こう、まあ、日本の文化を味わってほしいっていう感じで、おかんにね、無理やりというかね、ちょっとご飯作ってくれへん、みたいな感じで言って、で、そしたらいいよって言ってね、で、みんなでちょっとお酒飲みながらっていう感じで、ご飯をしたんですけど、そしたら今度はね、そのアメリカ人が、まあ、お返しじゃないですけど、一緒にね、その僕のお母さんと、まあ、妹もその時いたんですけど、一緒にランチをしたいって言ってくれてね、なので今度明日はね、なぜか、その友達と、まあ、彼女と一緒に来てるんで、と、僕と、まあ、僕の奥さんと、母親と妹っていう感じでね、どんなメンバーやっていう感じでランチをしてこようかなと思います。で、その後もね、焼肉食べ放題、食べ放題とかっていうのはね、All you can eat とか、もしくは All you can drink って表すことができるんですけど、の焼肉レストランに行ってくるんで、まあ、ちょっとね、お酒も飲みながらいろんなことを話していきたいなと思います。っていう感じでね、皆さんもこんな感じで、まあ、英語が話したりとかね、英語をコミュニケーションツールとして使えたりすると、海外の友達とかもできたりするんでね、なんか目標なく勉強されてる方はもちろん全然いいんですけど、将来的にはちょっと友達作ってみたいなっていう感じでね、思われてる方は、そういうのを目標にして頑張ってもらってもいいかなと思います。はい、そしたらね、今日も英語話に移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何の話をしていくかというと、皆さんね、日常でよく、誰々と同じとか、同じものとかっていう時あると思います。今日はそのフレーズについて紹介していきたいと思います。なんとなくね、どのフレーズを使うかとかはね、皆さんも意識されてる方多いと思うんですけど、正確に言えないことも多いと思うので、今日はそこについてね、お話をしていこうと思います。じゃあまずね、同じ〜何々とかっていう名詞を後ろに置いて使うときは the same 名詞の形で表すことができます。例えば同じ色だったら the same color のような感じになります。じゃあね、他にも言い方があるんですけど、例えばあなたと同じとか誰々と同じ〜何々って言ったときありますよね。そういうときはこれを使って表すことができます。 the same A as B、 こんな感じになります。これで B と同じ A っていうのを表すことができます。こういうね、A とか B とか出てくるとややこしいと思うんですけど、今回はね、その例文も用意してるので、その中で覚えてもらえたらと思います。で、もう一つね、注意する点があって、この the っていうのは基本的に必ず置くと覚えてもらっても OK です。で、なぜ the を使うかっていうと、the っていうのは基本的に自分とね、その話し手の間で共通の認識を持っているもの、つまり日本語で言うと、そのっていうのを表すことができるんですね。なので、例えば同じものをくださいとかっていう時って、もうすでに何かものがあってそれと同じものっていう感じで表したりしますよね。なので、何々と同じっていう時は常にね、もう共通の認識があるっていう感じで考えてもらえたらと思うので、なのでここでも the same っていう感じで使われてるっていう風に覚えてもらえたらと思います。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず最初の the の部分ですね、これに関しては th の音になるので、上下の歯で舌を挟んで the のように発音します。で、次の same なんですけど、これもね、same って伸ばすんじゃなくて、say っていうね、二重母音になるので、same っていう感じで発音してもらえたらと思います。はい、そしたら今日もね、例文をたくさん用意してるので、その中で使いながら覚えてもらえたらと思います。じゃあまず一つ目の例文が、また同じ間違いをした。また同じ間違いをした。これなんていうかわかりますか？僕もね、よく以前に撮ったことある内容を1ヶ月後にまた撮ろうとしてしまってね、うわ、またやってもうた、みたいな時あるんですけど、これ英語ではこんな感じで言うことができます。I made the same mistake again. I made the same mistake again. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つずつ文法から説明していこうと思うんですけど、まずね、間違いをするっていうのは、make a mistake を使って表すことができるんですね。で、今回は同じ間違いにしたいので、make the same mistake にする必要があります。A mistake のところを the same mistake に置き換えてるイメージですね。
で、それの過去形になるので、I made the same mistake になってます。で、その後なんですけど、もう一度とかね、またしてしまったっていう時は、again を使って表すことができるので、それを最後に置いてます。じゃあ、これもね、発音も見ていこうと思うんですけど、今回ね、made のこの D の音、これもなくなります。なぜかというと、D っていうのは破裂音で、次に母音が来ない時は音が消えます。母音が来るとね、音がくっついたりするんですけど、今回は音が消えて、I made ってね、この D を言う前に、そのままザーに移動するイメージですね。TH の音なので、先ほど言った音を意識して、I made the のような感じになります。で、そのまま、same mistake なんですけど、これもね、やや注意が必要です。この same の M の音で終わって、次また M の音から始まってるんですよね。こんな感じで、似たような音で終わって、似たような音で始まるときは、くっつくことが多いです。なので、same mistake っていう感じで2回言うんじゃなくて、same mistake っていう感じで、M の音をそのまま使うイメージになります。なので、I made the same mistake. こんな感じになります。で、最後ね、これ again なんですけど、これよく皆さんね、again っていう、まあ、二重母音で発音される方多いんですけど、これも僕最近気づいたんですけど、again じゃなくて、これ again っていう、again の音になるんですね。で、あはシュワーになるので、やや弱めに発音して、今回は mistake のね、このくっていう、シーンの音で終わってるので、そこもリンキングして、mistake again, mistake again のような感じになります。もう一回通して言うと、I made the same mistake again. こんな感じで言ってあげると、自然に聞こえますね。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、あなたと同じ服持ってるよ。あなたと同じ服持ってるよ。これなんていうかわかりますか？あ、それ同じの持ってるとかっていう時ありますよね。これ語ではこんな感じで言うことができます。I have the same clothes as you. I have the same clothes as you. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、まずね、あなたと同じ服を持ってる。今回だったら、誰々と同じ何々ですよね。なので、一番最初に出てきた二つ目の方になります。なので、まずは同じ服なので、I have the same clothes を置きます。で、誰とっていうのは後で付け加えたらいいので、あなたと、つまり、as you を続けて書いてます。この the same ASB っていうのはね、なかなか難しいと思うんですけど、何度もやってるとね、徐々に身についてくると思うので、ぜひ皆さんね、何度も声に出しながら練習してもらえたらと思います。じゃあね、発音を見ていこうと思うんですけど、まず最初は毎回出てくるこの have のね、V の音ですね。この音っていうのは、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて発音します。なので、I have って感じになるんですけど、これね、まあ、口を閉じてというかね、歯で押さえて発音するので、結構消えがちになったりします。完全に消えるわけではないんですけど、I have the same。ほとんど聞こえないんですよね。なので、まあ、軽くね、音が出るぐらいって覚えてもらってもいいかなと思います。で、その後の close なんですけど、これよく皆さんね、closes って感じで発音される方は多いんですけど、これね、僕も動画で見たことあるんですけど、ほとんど閉めるとかっていうね、close と同じ発音でいいっていうのをね、ネイティブの動画で見たことがあるので、もうそのまま close で OK です。で、今回はね、S の音、まあ濁った音で終わるんですけど、その後母音なので、close as って感じでリンキングします。close as you ですね。なので、I have the same close as you っていう感じで発音してもらえたらと思います。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、同じものください。同じものください。これなんていうかわかりますか？レストランとかで、あ、彼と同じものくださいとかっていう時ですね。これ語ではこんな感じで言うことができます。I'll have the same thing. I'll have the same thing. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つずつ説明していこうと思うんですけど、レストランとかでね、まずこれをくださいとかっていうのは、Can I have 何々とかもしくは、I will have 何々で表すことができるんですね。で、今回だったら同じものをくださいっていうことなので、I will have をまず置いて、で、その後に同じものなので、the same thing っていう感じで置いてます。で、今回はね、あえて名詞も置いて説明してるんですけど、これよくね、もう名詞を抜いて、I'll have the same っていう感じで言うことも多いので、そんな感じでね、まあ、think はなくして使ってもらうと、よりね、一般的な使い方で使うことができます。で、これもね、応用だけちょっと説明していこうと思うんですけど、もし彼女と同じものをって言いたいときは、こんな感じで言うこともできます。I'll have the same thing as her. こんな感じですね。まあ、こんな感じで、片方を覚えておくとね、後ろに as 何々を置くだけで、誰々と同じ何々っていうのも表すことができるのでね、それも覚えてもらえたらと思います。じゃあね、発音も見ていこうと思うんですけど、まずね、この I'll の部分ですね。これ、やや発音が難しいかなと思うんですけど、まずね、I will の省略の I'll なんですけど、これ I'll とかっていう感じでは発音しないんですね。じゃあどうやって発音するかというと、もう音だけで言うと、あ、おとか、あ、うに近い感じ、I'll。で、発音の仕方は、この L の音、ダーク L になるので、歯の裏側ぐらいに舌を押し当てて、I'll。こんな感じの音になります。なので、I'll have。こんな感じですね。で、その後は今まで習った通りの音なので、the same。
で、その次の thing なんですけど、これも th の発音になるので、また上下の歯で舌を挟んで thing。で、最後のね、g の音。まあ出してもいいんですけど、破裂音になるので、ほとんど音が聞こえなくなるって覚えてもらってもいいですね。もう一回練習しとくと、I'll have the same とか、I'll have the same thing。こんな感じになります。はい、そしたらね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、私も彼女と同じ状況だ。私も彼女と同じ状況だ。これね、なんていうかわかりますか？これもどちらを使うかを考えながら作ってもらえたらと思います。これ語ではこんな感じで言うことができます。I'm in the same situation as her. I'm in the same situation as her. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つずつ見ていこうと思うんですけど、まずね、私は何々の状況にいるとかっていうのはね、何々の中にいるっていうことなので、I'm in になります。で、何の状況かっていうと、同じシチュエーションなので、I'm in the same situation になります。で、さっきからやってる通り、誰々と同じっていうことなので、as her を置いてます。じゃあこれもね、発音を見ていこうと思うんですけど、まず I'm in the の部分ですね。ここの I'm in も M の音で終わって、次母音なので、子音足す母音はリンキングするので、I'm in になります。I'm in the。で、その後の same situation なんですけど、この situation がね、やや難しいと思います。日本語だったら、シチュエーションっていう感じで、C の音なんですけど、英語では、C の音に近くなります。まあ、数にちっちゃい E とか、で、ちょっと A っぽくなったりもしますね。situation。でね、ここの A の部分も、シチュエーションっていう感じで伸ばすんじゃなくて、situation、A の音でね、発音してもらえたらと思います。situation で、as her ですね。で、今回はね、ちょっと僕もここのリンキング忘れてたんですけど、I'm in the same situation, N の音で終わって、次母音なので、ここもくっつけて、situation as って感じで、nas にしてもいいですね。I'm in the same situation as her. こんな感じで言うと、よりネイティブっぽくなるかなと思います。はい、そしたら今日はこんな感じで、同じ何々だとか、誰々と同じ何々だっていう表現について説明させてもらいました。これもね、日常でかなり使うので、ぜひ皆さんも覚えて使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.